ハロー、ニメハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14第375回配信を撮っていきたいと思います。さて、石の家まで戻ってきております私でございますが、次のクエストがミンフィディアスに出ておりますので話しかけていきましょう。レベル50クエスト、タタルの決意。石の家のミンフィディアは冒険者に体を休めてほしいようだ。受注。それじゃあ、あなたもゆっくり体を休めて。失礼します。先ほどウルダハからの使者さんがミンフィディアさん宛てのお手紙を届けに来たのです。この風呂はウルダハ王政庁のものね。一体何かしら。なるほどね。手紙の内容は暁の決命への招待状だったわ。近日中にウルダハ王宮でイシュガルド防衛戦の戦勝祝賀会を催すそうなの。冒険者部隊を率いたあなたと情報共有に貢献した暁の決命一同を招きたいそうよ。まったく都合のいい話よね。エオルゼア同盟軍が派遣した援軍はいずれの都市も冒険者部隊のみだった。正規軍を派遣していないのに共に戦った者として戦勝を祝いたいだなんて。各国の主要たちにしてみればこれを機にイシュガルドとの友好ムードを確かなものとし、エオルゼア都市軍事同盟への復帰につなげたいのでしょうけど、大切な仲間を失った直後で祝い事という気分でもないというのに。でもエオルゼアの団結を呼びかけてきた手前、断れないか。申し訳ないけれど、あなたにも出席をお願いするわ。もっとも戦勝祝賀会の開催までには少し時間があるけれどね。タタルさん、賢人のみんなにも連絡してもらえるかしら。はいです。では失礼します。ふう。どうしたんだろう。タタルさん、ため息なんかついちゃってどうしたのかしら。受けた。何かを受けた。トトロさん、どうしたんですか。お疲れですか、タタロさんも。いつもの場所、うん、指定地点いない。どうしたんだい。タタルの姿が見当たらない。うん、フラミンさん、タタルさんを見かけなかったかですって。彼女ならさっき外に出て行ったわ。珍しくため息なんかついちゃって何かあったのかしら。フラミンさん、見てごらんなさい。あれが色男さんの末路よ。はてさて、どうやって乗り切るつもりやら。何かあったんすか、色男さん。なんだあれ、何が起こってる。ひぎりさん、誠実さが美徳とされるドマではちょっと考えられない光景ですね。文化の差では割り切れない思いがあります。何が起こってんだ。テンパードだったら信仰は永遠に続くけど、ただの愛人ならそうはいかない。彼女たちの心のリミットがブレイクしないことを祈るよ。イーナさん、ウヒヒヒヒ、もうダメ、面白すぎてお腹がよじ切れちゃうよ。よじれちゃいそうだよ。だった。呆れた。
それ以外に言うべきことがあって？どうしたんだい？あんな子たちなんてほっとこうよ、ね。この泥棒猫、彼は。そうだって。なんだった？あ、もう出ない。彼はいつも私に叱責してくれるのよ。黙っとった方が身のためにゃ。希少な鉱石を、なんだっけ、なんとかしてあげたのは私なのよ。なるほどね。サンクレットさん、どうすんだよこれ。おいおい、みんな落ち着いてくれよ。で、うわ、斜面じゃないか。これはだな、その、ちょっとばかり複雑な事情があるんだ。ダメだろ。でもいいね、なんかいいね。この景色。よし、じゃあ行きますか。じゃあ外へ出てタタルさんを探す感じかな。ですね。さて、タタルさんを探してやってまいりました。真ん中に堂々さんがいらっしゃいますが、さあ、まあここのなんだろう、上のとこにいましたね、タタルさん。ああ、シャンメイさん、心配してくれるんですか。ありがとうです。実はちょっぴり悩んでることがあるです。皆さんが大変な時に身勝手なことなんて言えなくって、でもこういう時だからこそ相談するべきですよね。やっぱりミンフィリアさんに行ってみます。また石の家だ。あ、小春さんだ。うん？ふんふんふん、私のニーコにみんなの元気、スマイル一回100ギルド、おーい。この歌、タタルさんから伝授してもらったんだよ。続きが聞きたいの？どうしようかな。スマイル一回100ギル。タタルさん、子供におかしなことを教えている。というわけで、石の家に再度戻りますかね。さて、石の家まで戻ってまいりましたが、トトルさん。勇気を出して相談です。どうしたんだ、ミンフィリアさん。タタルさん、相談したいことって何かしら。言おうかどうかずっと迷ってましたが、冒険者さんとお話しして決心がつきました。しばらくお暇をいただきたいです。休暇が欲しいということかしら。もちろんタタルさんの激務を考えれば私からも休んでほしいくらいよ。でも何か別の理由がありそうね。ミンフィリアさんは何でもお見通しです。実は休みを使って挑戦したいことがあるです。暁に所属する賢人や冒険者さんたち、それからクリスタルブレイブの皆さん、ずっと任務続きで危険な戦いに明け暮れています。今では警備役のホーリーボルダーさんたちまで任務を回さなければいけないほど。だから私も戦う力が欲しいのです。本場で修行するためお暇をいただきます。うわ、タタル女子がものすごい形相で出ていきましたが、何かあったのですか？ちょっとね。でも心配は無用よ。それより何かご用かしら、ホーリーボルダーさん。おっと失礼。一緒の任務で向かう予定だった冒険者が直前の任務で大怪我を負ってしまいましてね。エーテル学者の護衛任務の人員に穴が開いてしまったのですよ。こんなことをお願いするのもはばかられますが、ジェリーフィッシュさんの力をお貸しいただけないものかと。事情はわかりました。検討したいので少し待ってもらえるかしら。了解です、名手殿。
では失礼しますよ。うん、コンプリート？はてな。トトさん、戦う修行に今行ってるのかな？大丈夫なのかな？じゃあ続きを受けていこうか。ん？二つ。話す。お疲れ様、シャンメイ。イシュガルドを守り抜けたこともそうだけど、あなたが無事で本当によかったわ。はい。じゃあ、タタルさんの本気をまず。レベル50クエスト、タタルの本気。石の家のミンフィリアは、タタルの行方が気がかりのようだ。受注。何やら予想外のことが起こりつつあるようね。実は、ウリエンジェさんが最近タタルさんから破術についてあれこれ聞かれてるって言ってた、いたのよね。戦う力、もしかしたらタタルさん、破術の本場、リムサドミンサに向かったのかもしれないわ。よかったら、破術師ギルドに行って、タタルさんの様子を見てきてもらえないかしら。さっきは心配ないって言ったけど、やっぱり気になるのよ。これって同時に受けれる？もう一個。あ、受けれる。護衛任務の代役。石の家のミンフィリアは、ホーリーボルダーの担当する護衛任務に協力してほしいようだ。ジュジュ。ホーリーボルダーさんから頼まれていた、護衛任務の代交代要員の件だけど、お願いしてもいいかしら。賢人のみんなには別に頼みたいことがあって。はい、ありがとう。本当に助かるわ。以前から暁では蛮神の与える影響について調べるため、エオルゼア各地のエーテル濃度を調査してるの。複数のエーテル学者を雇ってね。その護衛任務を暁に所属する冒険者さんたちに手分けしてお願いしているんだけど、人手が足りていないわ。石の家の警備を主任務としているホーリーボルダーさんやクルトネさんにまで手伝ってもらって、どうにか回しているのが現状よ。ところが予定していた冒険者さんが負傷し、いよいよもって代わりの人材がいなくなってしまった。申し訳ないけど協力をお願いできないかしら。はい、ありがとう、シャンメイ。そう言ってもらえて助かるわ。じゃあ任務の詳細についてホーリーボルダーさんと相談してもらえるかしら。石の家の中で待機しているはずだから。あ、よかった、一緒に受けといて。じゃあとりあえずホーリーボルダーさんの話を先に聞いていこうか。そっか、リムさん久しぶりに行くんなら、ちょっと他のクエストも進めたいなっていうね。あの、おや、いなくなってる。あの、さっきの第三次の光景。フラミンさん、嵐が過ぎ去り、ようやく静かになってくれたわね。いやー、フラミンさん大人ですよ。クルツネさん、まさか補充要員というのはジェリーフィッシュさんのことだったのですか。すみません、ご足労をおかけします。丁寧だよね、クルツネさんは。ずっとホーリーボルダーさん、ジェリーフィッシュさん、あなたが来られたということは護衛任務を手伝っていただけるということですね。はい。おお、それは助かります。欠員が補充できたことももちろん嬉しいですが、何よりあなたと任務を共にできることが喜ばしい。そうは言ってもホーリーボルダー、護衛対象は3名いるのだから、我々で分担になるぞ。ははは、確かにその通り。しかしな、クルトネよ、共に戦うという気持ちが大切なのだよ。やれやれ、ホーリーボルダーはあなたを前にするとまるで英雄に憧れる子供のようです。ともかく、早いところ任務を片付けましょう。ジェリーフィッシュさんの担当は国営の森の南部森林ですね。うん、キャンプトランキルで護衛対象のエーテル学者と合流する手はずになっているのです。調査地の詳細に関してはエーテル学者から直接説明を受けるといいでしょう。ではお互い気合を入れていきましょうぞ。そうか、じゃあ南部森林行くんならね、一回ね、
銀融詩人のクエストの報告だけ残ってんで、それを報告して先にしようかな。では南部森林までワップ。さて南部森林までやってまいりましたので、ジェアンティムさんに報告を。おかえり。銀融詩人の証の輝きが増しているな。お主の心に次なる旋律が響いているのだろう。それこそがお主の心の強さの証。心を鍛え、新たな境地を垣間見た今こそ、おごることなく弓術の鍛錬に励むのだ。強き心は強靭な肉体に宿る。密接につながる心と体の準備が整ったのなら、約束の詩か罪深き愚者を聞かせよう。お、これですね。軍神のパヨン。ダイレクトヒット 3%。 うん、コンプリート。そしてレベルがもう50を過ぎておりますので、古き旋律が銀融詩人の記憶を呼び覚ました。というわけで戦火ゲージに機能が追加されました。あ、同じのを使うけど、なんか色が違ったり形が違ったりするのかな。はい、了解です。じゃあジアンティスに次のクエストが出ておりますので、レベル45クエスト、罪深き愚者。ジアンテルが罪深き愚者を歌ってくれるようだ。これレインオブデス、すごい範囲攻撃受注。おお、その佇まい、秘められた真実を見抜く心と強さを手にしたようだね。今のお主なら罪深き愚者のシーカに込められた教訓を正しく読み取ることができるだろう。罪深き愚者は己の力に溺れた傲慢な弓術師の物語。己の腕を過信するあまり軍命に背き、多くの親友隊員を死へ追い込んだ中央高地の惨劇を描いている。おごりし旧兵、見張りに飽きた月を見上げて愚行した。今こそ攻め時、敵地へ向かわん。千の敵を追い殺し、千の仲間を助けん。愚かな旧兵、罪を犯した軍命に背き、勇みや放つ。おごりし旧兵、おたけび聞いた後ろ振り向き、惨戒した。敵兵攻め込み、自陣は階段。千の敵を追い殺し、千の仲間も亡くした。愚かな旧兵、罪から逃げた天罰求めてあがきやおる。さてこの愚か者のシーカからは学び取れることが無数にある。だが言葉による理解に価値などありはしない。お主の心が理解し、その教訓を糧とし、行動に表さねば真に学び取ったとは言えないのだから、お主の行動をじっくりと見守らせてもらうとしよう。今回はわしとある場所へ同行してもらいたいのだ。目的地は北部森林のゲルモラ遺跡。中央高地の惨劇の犠牲者が数名葬られている場所さ。そこにニメイヤリディの花束を手向けてやってくれ。地震ある軸よ、雨を天に返し、かつて見た戦いを我とこの者に語りたまえ。というわけでこのタイミングで話しかけると、あの初めて会ったみたいな反応になるね。というわけで、まあ北部森林も行きたいところではございますが、どうしようかな、時間微妙かな。まあ、とりあえず南部森林までワープです。南部森林じゃない、クオリービル、いやキャンプトランキル、キャンプトランキルへワープです。
さて、キャンプトランキルまでやってまいりました。一番根渡り根はの一番高いところですね。だけどこの神経質なエーテル学者さんに話をしていきましょう。君が暁の血盟が派遣した護衛かね。本来ならすでに出発していなければならん時間だぞ。まったく、これだから冒険者というのは。どれどれ、最初の調査地はイソムハーの穴蔵あたりだな。予定が遅れている。早速向かうとしよう。若干感じが悪いさあ、じゃあイソムハーの穴蔵までワップですかね。さて、イソムハーの穴蔵のところまでやってきましたので、エーテル学者さんに話を。この辺りでよかろう。周辺のエーテル濃度の測定を開始するぞ。繊細な作業ゆえに集中せねばならんからな。魔物どもを近づけさせんでくれたまえよ。多分いるなこれが。さあ、じゃあ頑張るか。見張り。ドア。無事か、無事か彼は。あ、大丈夫だった。じゃあエーテル学者さん。うむ、測定は完了だ。しかし君、もう少し静かに魔物を始末できんもんかね。集中力がある私だからよかったものの、そこらのヘボ学者なら測定に失敗しておったところだ。次の調査地のジャカズリンではくれぐれも静かに頼むぞ。あ、感じが悪い。うん、こんな人にならんようにみんな気をつけるんだぞ。さあ、じゃあちょっと今回はここまでにしておこうかな。時間がちょっとどれぐらいなのか、細切れになってるんで、ちょっとわかんないですけども。第375回ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。